道なかったから横に貫通する感じになっちゃったけどもごめんなさい。四国古代史と言ったら積み静か土地性集落いかねと死うて山遺跡想像の100分の1スケールだったけど絶景は100倍雫垂れるように点々と島々湯だな海にどことなく感じる恐怖見たいしなだらかイメージ瀬戸内海なめくせみたいな丸山多い気がする。おむすび山っての猫塚古墳行くときちょっと焦った。あれ以前ここ来たことあるぞってデジャブ。5年前の約日本一周旅行展望公園近く全国的珍しいキャンディ型倉庫中円墳面白いのどかな景色急いで走るまるで孫悟空蛇の道日付間違わなかっただけマシか太陽様先般現実世界へまさか様のどかな景色急いで走るまるで孫悟空蛇の道日付間違わなかっただけマシか太陽様先般現実世界へまさか様国海神話2番目に誕生だけど事務当選出てこないけれども3世紀末の前方後円墳鶴坊神社4号初期メンバーおるし七良古墳時代でもらやよ時代の巻萩原墳墓群2号都市部は前方後円墳の原型かでか古墳時代やよ時代境目の墳と墓の名称違いめんどくせえ弥生時代の古墳は墳丘墓ってさ宮崎出てくるいいおどき青銅器文化圏で見ればさぬき東側ここで土地陰謀論もそう遊びさぬきと伊予が仕掛けた大和連合とか最初からグルで仲間だったから事務統制出てこないとかのどかな景色急いで走るまるで孫悟空蛇の道日付間違わなかっただけマシか太陽様先般現実世界へまさか様のどかな景色急いで走るまるで孫悟空蛇の道日付間違わなかっただけマシか太陽様先般現実世界へまさか様